やあ、ジョーンズ、元気にしてるかい？スパイダーマン、僕に何の用だ？君のことをどうやらスローン博士って人が狙ってるみたいだ。今すぐお家に帰った方がいい。スローン博士、また僕を捕まえようとしてるのか？君たちの間に何があったのかは知らないけど、とにかくジョーンズ、姿を隠すんだ。ありがとう、スパイダーマン、教えてくれて。そうすることにするよ。ちなみにスローン博士は今どこにいるんだ？ファウンデーションのところに向かってるみたいだ。多分君の居場所を聞き出すためだろう。じゃあファウンデーションに知らせに行かないと。僕の友人なんだ。だったら僕が伝えるよ。とにかく君は姿を隠した方がいい。スローン博士に君が見つかったら元も子もないだろ。わかった、じゃあお願いするよ。ちゃんと隠れるんだぞ。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、スローン博士、ジョーンズを探しとんやって？そうよ、でも見つからなくて、これからファウンデーションのところに向かうの。でもファウンデーション、ジョーンズの場所を教えてくれないんじゃないの？それは聞いてみないとわからないじゃない。そうやってきっと、そうやって決めつけるな。でもムトッチもワンタイムイベント見たでしょ？あの時、スローン博士がジョーンズ捕まえてて、ファウンデーションが助けに来たじゃん。ああ、確かに。でしょ？だから絶対教えてくれないや。スローン博士、もし教えてくれんかったらどうするん？それは力ずくで聞き出すまでよ。やめろ、撃たないでくれ。ちょっといいかい？うわぁ！もしもし。誰？僕はスパイダーマンだ。おう、スパイダーマン、どうしたの？今サンクチュアリーってところにいるんだけど、ファウンデーションを探してるんだ。君たちは知らないか？わからない。そうか、ご協力どうもありがとう。スパイダーマン、ファウンデーションを探してるみたいだね。私には関係ないことだわ。スローン博士、俺の基地をうろついてるようだな。あら、ファウンデーション、よくわかったわね。俺の基地に何しに来たんだ？あなたに会いに来たのよ。ジョーンズはどこにいるの？彼の居場所は知ってるが、君に教えることはできない。また捕まえてひどいことをするんだろう。君の魂胆はわかっている。じゃあ力ずくで、あなたから聞き出すまでよ。ちょっといいか、話に割り込んですまないんだけど、ファウンデーション、ここにいたのか？スパイダーマン、俺に何の用だ？スローン博士って人が君を探してるみたいだ。多分ジョーンズの居場所を聞き出すためだろう。だから攻撃を仕掛けてくるかもしれない。気をつけるんだ。それはもう分かっている。今スローン博士と話していたところだ。もしかして君がスローン博士？そうよ。じゃあ単刀直入に、ジョーンズを狙うのをやめるんだ。残念ながら、それはできないわ。だったら君のことを止めに行くまでだ。できるもんならやってみなさい。俺もスローン博士が攻撃してきたら、容赦なく反撃する。それにスパイダーマン、俺に近づくんじゃない？どういうことだ、ファウンデーション。僕が君に何かしたか？君が俺の部下に危害を加えたとの報告が入っている。だから君のことを信用することはできない。ちょっと待て、なんかややこしいことになってないか？何もややこしくない。要するに俺たち3人は全員敵同士ってことだ。ファウンデーション、あなたのことを見つけたわ。覚悟して待ってなさい。いいだろう、いつでもかかってくるんだ。後ろにいるな、スローン博士。最後に聞くけど、ジョーンズの居場所はどこ？それは教えられない。そう、なら無理やり聞き出すしかないわね。できるもんならやってみろ。やばいわ、かなり攻撃力が高い元気玉。そうだよ、スロー博士、誰が当たったらめっちゃダメージ食らうから気をつけないと。てか僕、誰を応援すればいいんだろう。スパイダーマン、スロー博士、それともファウンデーション？おいおい、もう戦ってるみたいじゃないか。まあ僕は少し離れて見物しておくよ。食らいなさい。どこに行ったって無駄だ、スローン博士。
俺から逃げられると思うな。一ついいことを教えてやろう、スローム博士。何？君のことを後ろから狙ってる奴がいる。それはあなたじゃないの？痛いわ。ほらね、だから警告したのに。あなたは私の味方なの？僕はジョーンズを守ることができればいい。君がジョーンズを狙わないのであれば戦う必要性はないからね。それにファウンデーションも僕に対して敵対視してるようだけど、僕は敵だとは思ってない。スロー博士、私が誰だかわかる？わからないわ。なぜ私のことを攻撃するの？私はスロー博士を許さない。食らいなさい。うわ、スロー博士、ずいぶん余裕だな。他の敵と戦うとは。向こうから攻撃を仕掛けてきたのよ。だから戦うしかなかったわ。そうか、では勝負の続きをしよう。どこ行くんだ？回復ぐらいさせてよ。食らいなさい。くぅ、はあ、またボスと誰かが勝負してるよ。片付けをするのは僕たちなんだぞ。そんなの私には関係ないわ。てか、なんでスロー博士、ジョーンズのこと狙ってるの？さあ、なんででしょうね。僕だけに特別教えてよ。誰にも言わないから。残念ながら、それはできないわ。スロー博士のキッチ、なんとでも言いなさい。これでも食らえ。危なかったわ。もうボス、いつまで戦ってんの？サクチャーリーがめちゃくちゃになるじゃん。片付けは僕たちなんだ。分かったからやめるんだ。クレースロー、部下を従えないようじゃまだまだね、ファウンデーション。あなたはボスに向いてないんじゃないの？お前に口出しされたくはない。ボス、助けて、スロー博士に撃たれて。ちょっと待ってろ、こいつが俺に逆らうんだ。僕たち部下のことも考えろ。どんだけ片付けが大変だと思ってるんだ。うるさいぞ。あらあら、かわいそうに。さあ、そろそろジョーンズの居場所を教えなさい。教えるわけないだろ。そう、じゃああなたも部下と同じ目に遭うわよ。それはこの俺に勝ってから言うんだ。もういいわ、口を開かないように。だったらくたばりなさい。これでもくらえ。誰？おっと、スロー博士、やばいんじゃないか。敵にやられたか。スパイダーマン不戦勝じゃ。まあ、ジョーンズが無事だったら僕はそれでいい。